オレンジ軍はアメリカ合衆国フロリダ州のフロリダ半島中央部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は114万5956人であり、2000年の89万6344人から27.8%増加した。軍庁所在地はオーランド市であり、同軍で人口最大の都市でもある。オレンジ軍は オーランド・キシミイ・サンフォード大都市圏に属している。軍政は、オレンジ軍長が指導する、軍政委員会によって行われている。軍政委員は6つの選挙区から選出される、各1人、合計6人であり、軍長は、軍全体から選出される。2004年の軍民投票で検証の修正が認められる以前、軍長は、オレンジ軍議長と呼ばれ、 1990年に選挙で選ばれる地位になっていた。軍庁はオーランド市中心街の建物にあるが、軍政府は2005年に軍内のある地域をオレンジ軍中心街と宣言した。その地域は大部分が未編入領域にあり、インターナショナルドライブとユニバーサルブールバードの回廊の南部に伸びている。軍政府はオレンジ軍会議場の北南ビルのある地域に、 事務所を構えている。オレンジ軍の警察組織は、オレンジ軍保安官事務所とオーランド警察署である。オレンジ軍保安官も選挙で選ばれる役人である。公共教育は、オレンジ軍公共教育学区が管轄している。オレンジ軍健康管理部は、オレンジ軍と州が共同事業を行うフロリダ州健交渉の一部門である。オレンジ軍となった地域は、 ルペリアンの海面下から最初に浮上した土地の一部であり、オレンジアイランドと呼ばれている。軍内のロックスプリングからは、甲信世の化石が出土しており、約110万年前とされるジャイアントスロス、マンモス、ラクダ、ダイアウルフなど様々な哺乳類や鳥類が生息していた。1821年、フロリダ州には、西のエスカンビア郡と東のセントジョンズ郡の2つの 軍があった。1824年、セント・ジョンズ軍の南部が、モスキート軍とされ、軍庁所在地はエンタープライズに置かれた。モスキート軍は、フロリダ州の中央部を占める広大な軍だった。フロリダが、州に昇格した1845年に、オレンジ軍と改名された。軍領域から、オセオラ軍、セミノール軍、レイク軍、ボルシア軍が作られた。 オレンジという名前は軍の主要産品となった果物によっている。1970年代の最盛期には8万エーカーの土地で柑橘類が栽培されていた。地域のうねぎのある丘陵をドライブするとオレンジの木の深い緑の葉が広大な景観を作り、開花時には酔わせるような香りが漂っていた。今日ではオレンジの木がかなり少なくなった。 その多くは1980年代初期に言動が続いたことで枯れてしまった。オレンジ栽培の歴史では初めてのことではなかったが多くの数農家にとって財政的な挫折が大きく負債を逃れて土地を去るものが多かった。土地所有者と栽培者の中でも大きなものがトロピカーナ社だったが再度挑戦するよりも事業を放棄する道を選んだ。 この田園部を農業に利用する道は限られており、一方フロリダ州は人口増加を続けており、この地域は住宅開発の波に飲み込まれることになった。ただし、現在でも食品加工業や卸売業は残っている。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は1004.19平方マイルで、あり、この内陸地907.45平方マイル。 水域は96.74平方マイルで、水域率は9.63%である。オレンジ群は、レイク群とオセオラ群に接し、方向ナーズと呼ばれる点で、ポーク群とも接している。この方向ナーズは、実際には3つの隅が2組になっている。オレンジ群、レイク群、オセオラ群は共通の境界点があり、ベールブールバードに近い修道192号線の、 西行き地交差点にある。米区群、オセオラ群とポーク群も共通の境界点があり、ベールブールバードに近い修道百九十二号線の東行き地、約十五ヤード離れた地点にある。オレンジ群は、ポーク群に際限なく接近しているが、実際には接していないことになる。週間高速道路と自動車専用道路、平面道路都市部を除きオレンジ群で最初に、舗装された道路は、 1915年から1916年に建設されたものであり、1913年11月11日にの住民投票で承認された60万ドルの再建を発行して作られた。5本の道路が舗装され、幅は9フィート、レンガ実機だった。1926年の再建発行で建設、または計画された道路、初期の舗装道路である。 その後の10年間で10本以上の道路が舗装された。1926年3月23日の住民投票で700万ドルの再建発行が承認された。この時に軍内の主要道路がアスファルトで舗装された。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。アポプカ市、ベールアイルシー・イートンビル町エッジウッド市。 メートランド市オークランド町を行為しオーランド市、郡庁所在地、ワインダー宮町ウィンターガーデン市、ウィンターパーク市、ベーレーク市、レークベナビスタ市、オリーブガーデンなど多くのレストランチェーンを経営するダーデンレストランツが郡内オーランド市に近い未編入領域に本社を置いている。オレンジ郡はフロリダ州中央部の中で民主党寄りの郡の一つである。2008年では バラク・オバマに59%の支持を与え、2008年もやはり59%だった。しかし、最近の選挙で軍長については共和党候補を選んでおり、州知事も共和党候補だった。オレンジ軍はチャーター軍である。すなわち、軍政府がチャーターを採択し、州法に加えて、そのチャーターで統治されている。フロリダ州67軍のうち20軍が、 チャーター軍である、ありがとうございます。